来た墓石ねえ。サイト81の中庭にて。氏名浮田、広臣。専門分野民族学法学神秘学。所在サイト、8198。人物現在、この名前の人物は浮田博士と浮田博士、一の二つの構成要素からなっています。浮田博士は大学生であった1900年に、サイト81で発生した収容違反に巻き込まれかけ、その5年のちに偶然遭遇した SCP-JP の脅威から辛くも逃れています。これは財団へ雇用された際の身辺調査で判明したもので、特に SCP-JP から無事に逃げ切ったことは奇跡的なことでした。このことを浮田博士は、人生のハイライトの一つだった、と床を跳ねながら述べています。その後、研究機関から財団へ雇用され、年間平穏に勤務してきましたが、D クラス職員を使っての SCP-JP の実験中に、そして頭部を体から切り離され、加えて SCP-JP の効果に暴露したことにより、浮田博士と浮田博士、一の二つの構成要素に分類されることになりました。浮田博士曰く、全身をミキサーにかけられた上、圧力下まで8時間コトコト煮込まれた気分でした、とのことです。現在の浮田博士は人間の肌を持つ、バレーボールよりやや大きいつるりとした球形です。彼はバスケットボールと同等の弾性を持っていますが、彼を使ってドリブルをすることは禁止されています。彼は大量の発達した筋肉に原始的な臓器を持ち、また身体下部にはかつての彼のものと同一の後身がついています。彼の発声器官は未熟なものであるようで、赤ん坊のような声で喋ることで知られています。後身のさらに下には放射状に6つの穴が並んでおり、そこからそれぞれ2メートルの長さがある半透明な触手を出すことができます。これは視覚、聴覚を司る器官であると同時に、足や手のように使われるものです。また高度に、削除済み、が進んだ、編集済み、化した脳を有しており、問題なく財団業務を行うことができます。彼の外見は不気味なもので、浮田中これはひどい侮辱ですよ。対峙的、原初的外見あるいは丸くて可愛らしいと言ってください。ともかく、他の職員を狼狽させる外見のため、カバーを自身にかけておくことが推奨されています。浮田博士は悪趣味なジョークセンスのせいかユーモアに溢れた彼の性質から、秋、冬には呼吸のためと触手を出す穴を開けてあるバスケットボール型の専用カバー、夏には同様の改造をした不透明なビーチボールを被っています。このような外見ではありますが、彼は基本的に生真面目な性格であるためフォーマルな場で彼を持ち上げたりすると、触手で刺されて手がかぶれる恐れがあります。浮田博士、一はかつて D クラス職員だった中国人女性の、で、頸部から上を完全に失っており自発的に動きません。しかし、背中にある多次元由来のコブ状の器官によって生存が確保されています。栄養は浮田博士から、削除済み。浮田博士と浮田博士、一は感覚を共有しているものとみられ、浮田博士への痛覚刺激に浮田博士、一が反応し、浮田博士、一への痛覚刺激に浮田博士が原始2に似た感覚を報告しています。浮田博士、一の頸部には穴が一つ開いているのみで、CT 検査の結果脊髄が存在しませんでした。浮田博士はこの穴を介して浮田博士、1と3本の触手を使って結合することができ、この時に触手は浮田博士、1から失われた脊髄の代替品として働きます。浮田博士はこれによって浮田博士、1の完全なコントロールを得ます。浮田博士が首から下を必要とする用事がある時は、浮田博士と浮田博士、1は結合した状態で活動します。これが、サイト81で時折目撃される首元から触手の生えたビーチボールウーマンの正体です。夏、水浴する浮田博士と猫、ほい浮田博士及び浮田博士、一は日本市ぶり次会の決定により一般社会との接触を禁止されます。財団の保養所へレクリエーションへ向かうときは、監督、補助役の職員の同行を必要とします。また、ドッジボール中に浮田博士が浮田博士、一から、緊急脱出、して弾を避けることは他の職員の精神衛生上の問題からも許されません。
ホイにベッドに寝かせると邪魔だからと言って浮田博士が浮田博士、一をサイト81の自室のロッカーへしまうのは禁止されています。清掃担当者への PTSD の治療費は今後は浮田博士の自費負担となります。深夜に廊下で跳ねるのはやめてください。夜勤の指揮低下がシャレになりません。セキュリティ担当責任者。ごめんなさい、でも眠れない時は運動が一番なんですよ。浮田博士。